たわね。逃がしちゃダメよ。情報開始。情報開始。アイリス終了。Thank you.
でも高エネルギー反応はその付近に存在しているわ。油断は禁物よ。アイリス起動。アイリス終了。アイリス起動。アイリス終了。第28地区警備隊、まもなく第36地区に到着する。到着と同時に部隊を展開し目標を包囲、一斉射撃により排除する。近くに展開している部隊は指示するポイントに向かい作戦に加わってくれ。よかった、警察隊の応援が間に合ったようね。このままメインストリートに出て警察隊と合流しましょう。
装甲だと？そんな情報はなかったぞ。構わん、撃ち抜けろ。このまま押し切るだろ。ダメだ、効かない。体勢を立て直す。大事だ、総員退出よ。間に合いません。ホムンクルスに対抗できるのはあなたとレギオンだけかもしれない。これ以上被害が拡大する前にホムンクルスを倒しましょう。
面にホムンクルスがいるわ。注意して。また周囲からデータを吸収している。早く止めないと。これ以上進化しちゃうと手がつけられなくなってしまうわ。アイリス終了。キメラを吸収しているのか。なんか嫌な予感です。ドトレギオ。
ずいぶんしつこいのね。どこまで私の邪魔をすれば気が済むのかしら。でもそれもそろそろ終わりにしましょう。さて、君にはチャンスを与えよう。単独での任務だ。最善を尽くしたまえ。期待しているよ、ハワード君。Thank you.
高エネルギー反応の消失を確認。無事ね。よかった。こちらアキラ。ハーモニースクエア西連絡道付近でジェナを見失いました。了解。出動中のネウロン隊員は引き続きジェナの捜索に当たってください。アキラ隊員、君は彼女を連れて本部に戻り司令室へ出頭するように。ヨゼフ司令からの命令よ。了解。あんたのせいで俺まで戻ることになるなんて。まあいいか。これより本部まで連行する。心配するなよ。今回の活躍できっと処分は帳消しだ。もしもの時はまた弁護してやるよ。彼女の件で分かっている。確かに今ジェナの暴挙を止められるのは部隊の中でも君たち以外にはいないだろう。それに人類の未来を担う大事な存在でもある。いや、それはともかく今回の働きは評価に値する。君の処分は白紙に戻そう。上にはもう話を通しておいた。ありがとうございます。ジェナの行方は別動隊に追わせている。尻尾をつかむまでにはまだ時間がかかるだろう。追跡は彼らに任せて、君たちは現場に戻り事後調査に向かった他の隊員を手伝ってやってくれ。何か手がかりや新たな発見があるかもしれない。しっかりと入念に頼むよ。はい、では失礼します。よかったな、交流が解けて。少しは俺に感謝しろよ。とにかく今後は司令の気持ちに応えられるよう頑張ろう。じゃ、屋上で待ってるから、準備ができたら一緒に現場に向かおう。
終了。
We'll be right back.
We'll be right back.
疲れ様でちょうどいいところに。聞いてください、今度ラッピーくんがゲームになるんです。それで今テストプレイしてくれる人を探してたんです。